方ご存知ですか。菅義偉前総理、武田良太元総務大臣はじめ自民党の主要閣僚ですよ。今我が国はコロナ、そして物価高、円安、極東をめぐるさまざまな状況、昨年末には国会議論も踏まえず防衛費の増税、そして異次元の少子化対策にこれまた増税、今コロナで国民の皆様が大変疲弊している、こういう状況の時に何の議論も踏まえずそんな方向性を決めてしまう。今回は志村さんは言いづらいかもしれないかと私が言いますが、統一自治体選挙の先陣を切るこの山梨知事選、ある意味自民党対山梨県民党との戦いです。この戦いで自民党に優位性を与えてしまえば、防衛費増税、少子化対策のさらなる増税、もっと言えば原発推進も方向性を容認することになりますよ。このことも山梨県民の様式、正義が問われていると、このことを私からはぜひとも皆様にお伝えをさせていただきたい。私は立憲民主党の中で直感の会という派閥を作ってます。この直感という言葉は直に感じるではなく、直にごんべんの束と書いて直感と書きます。この意味は一番槍は大変勇気がいることだ、君主に対して言いづらいことを直感するという意味です。まさに今権力に対して物申す人材が、人間がこの山梨のリーダーとしてふさわしい、その先頭に立つのが志村直樹さんです。真面目にひたむきに県議は1期生でありますが、その前に笛吹きの市議を3期、そしてこのふるさと山梨で生まれ、私と同じ最後は山梨の土となる、こういったぬくもりのある、そして気概のある志村直樹をどうか皆様のお力で県民の底力を示して勝利させていこうじゃありませんか。私も今回の戦い、北川今夫本部長しっかりとお支えをして、その役割も渾身の力を振り絞って努力してまいります。選挙戦あっという間に終わってしまいます。でもまだ時間はあります。このことはどうか山梨県民隅々まで広くお伝えをいただけますことを改めてお願いを申し上げ、選対幹事長衆議院議員赤塚明人からの皆様へのお願いをさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいま衆議院に中島和人先生の応援の弁いただきました。志村の顔を見てください。私はですね、坂本龍馬に見えてるんですよ。薩長連合の立役者、今ですね、中島先生も申し上げました、薩長連合の坂本龍馬が言いました。今一度この国を選択したしたく申し候、今この言葉を現実にする志村が皆様にお伝えをいたします。ぜひともお聞きください。それではただいまご紹介いただきました山梨県知事候補の志村直樹でございます。ありがとうございます。本日はこのイオンモール前、
上安寺さんの一角をお借りしまして、皆様に立候補のご挨拶と、そして私の思いの一端をお伝えをさせていただきます。今日は高野県議、そして中島克仁衆議院議員、本当に力強い応援の演説をしていただきました。私は今回の知事選挙、山梨県の未来を決める重要な選挙だと思ってます。今の県政ほっとけない、税金の無駄遣いこれ以上ほっとけない、そして独断専行の県政運営をもうやめにして、県民の皆様お一人お一人の思いが届く、そして県民の皆様と共に作り上げる対話と共同で築く山梨県政を実現していきたいと思っています。皆様方が納めていただいた税金の使い道、私たち県議会議員としてこれまでチェックをしてきました。しかし今の県政、長崎知事は私たちのこの税金の使い道に対する問題提起に全然耳を傾けない。県有地の裁判でも一人の弁護士に2億円以上をつぎ込んだ、さらに控訴をする、さらに県外の事業者さんに多額の業務委託を発注している、どこを見て山梨県行政の運営をしているのか、本当に疑問だらけのこの読み口でした。私は県民の皆様が特にこのコロナ禍で非常に大変な思いをした、苦しい思いをした、民主党協会をはじめさまざまな
の子ども、子育てを自分でも頑張ってきた方だと思っています。しかし双子の子育てっていうのは本当に大変でした。双子の子供を連れて保育所の入所の書類を出しに行くだけでも、車に2人分のチャイルドシート、ベビーカーは双子用のベビーカー、これ10キロもあります。お母さんが1人で、後ろのドア右側から1人、左側から1人、子供を下ろして2人をベビーカーに乗せて、そして役所の駐車場を押していく。実際にやってみるとこれ大変なことです。そしたらそのお母さん方が双子育児、三つ子育児、今実は増えてます。不妊治療、行政もしっかりと支援をして、少しでも子供を出産する環境を整えていく、そういう中で多胎妊娠も増えてます。しかしこの出産は本当にお母さんの体に負担もかかり、大抵は通常の分娩ができません。それでもそうやって未来を担ってくれる子供たちを育んでくれる、そうしたお母さん方の思いが、双子育児、一人の子育ても大変だけど、もっと大変な双子育児、これをなんとか支えてほしい、そうした思いがひしひしと伝わってきました。こういったショッピングモール、あるいは県の公共施設、駐車スペースがあります。思いやりパーキングというのがあるんです。これは高齢者の方、障害のある方、半年まではそこを使うことができます。でも2歳の双子を抱えてたら、とっても普通の駐車スペースでは両側のドアも開けられないし、一緒にベビーカーに乗せるだけでも一苦労。思いやりパーキングの期間延長をなんとかしてほしい、そうした思いを受け止めて、そして県議会でそれを実現する方向で県からの答弁をいただきました。まだまだ気づかない子育て環境に必要な環境整備、進めていかなければなりません。そしてこの素晴らしい研究環境、素晴らしい立地の山梨県に、県外からも子育てするなら山梨県、山梨県に移住定住しよう、そういう人たちを増やしていく意味でも、もう山梨で子育ての心配何もいらないよ、こういうふうな県行政しっかりサポートしていきたいと思っています。そして山梨で教育がしっかりと受けられる、今25人学級は山梨県小学校全体の2割しかカバーしてません。